突然の便利なショートカット編集。ショートカットキー自体は、編集からキーボードショートカットで、自分の好きなようにカスタマイズできます。ってことで、初期設定でのショートカットキーを紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。